で6段目は最初から引き抜いていくので立ち上がりの鎖編みはせずにひっくり返します。で根元のこの目からかぎ針をそのまま入れてで糸を引っ掛けて持ってきます。これで1個引き抜きました。であまりきつく編まずにゆったりと引き抜いていきます。ここで15個引き抜くのであと14回引き抜いていきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15回引き抜けました。そしたら次の目から長編みを22目編んでいきます。長編みをまず1回編んで、でこの最初の長編みのところにマーカーをつけます。で次の目から1目につき1回ずつ全部で22目編んでいきます。3、4、5、6、21、22、ここから22目長編みを編みました。そしたら次の目にここに1回引き抜きます。であと 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14目目が残っていますが、ここには編まずにそのまま7段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを3回して3でひっくり返して、で根元のここには編まずにその隣の最後の長編みの目から編んでいきます。1、2、3、こんな感じで増減なしでマーカーのところまで全部で22目編んでいきます。4、5、6、20、21、最後マーカーをつけた目にここに最後の長編みを編みます。22、これで22目増減なしで長編みを編みました。で8段目から11段目もこの22目増減なしをそれぞれ編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを3回してひっくり返して、で根元のこの目から長編みを22目最後まで編むのを繰り返し、11段目まで4段あと4段編んでいきます。こんな感じで11段目まで編んでみてください。22目ずつ長編みを11段目まで編めました。そしたら襟の部分からの縦の長さを測っておきます。だいたい 13.5 センチぐらいになります。そしたらここで糸をカットして
き抜きます。で次に服で編んだ同じ色の糸を使ってここの襟の部分を囲っていきます。なのでまた白い糸を用意して、ここをガーッと目を拾いながら囲っていきます。右側からぐるっと一周細編みで編んでいきます。で襟の一番最初に編んだこの目の隣の目にかぎ針を入れてここから編んでいきます。で白い糸を持ってきてでかぎ針に糸を引っ掛けて持ってきます。で立ち上がりの鎖編みを1回してですぐ隣のこの茶色の、1段目で編んだこの目に1個細編みをします。ここにかぎ針を入れて細編みを1回、そしたら2段目で編んだ最後の長編みの下のこの穴に2個細編みを編みます。1、2、で2段目と3段目の間のこの目に1個細編みを編みます。で3段目の立ち上がりの鎖編み3目の下の穴に2個細編みを編んで、で3段目と4段目の間に1個細編み、4段目のこの下の穴に2個細編み、で4段目と5段目の間の隣のこの目に1回細編みをして10目細編みを編みました。そしたら隣のこの目は角の部分を編みます。まず隣の目に1回細編みをしてで鎖編みを1回します。でこの鎖編みをしたところにマークをつけます。こんな感じでマークをつけたらそのまま同じ目に細編みをもう一回編みます。1、2段目で編みやすくするためにこのマークをつけます。で次の目から13目細編みを編んでいきます。隣の目から1目につき1回ずつ細編みを編みます。3、4、5、6、13目細編みを編みました。で次の目と次の目で細編みの減らし目を1回します。まず次の目にそのままかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきます。でその次の目にもかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきます。で3本を一気に引き抜いてこれで細編みの減らし目が1個できました。で次の目から14目、ここまで細編みを編んでいきます。でこの襟の7段目の立ち上がりの鎖編み3目の下のこの穴に2回細編みを編みます。1、2、で7段目と8段目の間の隣の目に1回細編み、8段目に2回細編み、8段目と9段目の間の隣の目に1回細編み、9段目に2回細編み、9段目と10段目の間に1回細編み、10段目に2回細編み、10段目と11段目の間に1回細編み、最後11段目に2回細編みをして、これで14目細編みを編みました。そしたら角の部分を編みます。すぐ隣のこの目に1回細編みをして、
で鎖編みを1回して、でマーカーをつけます。で同じ目にもう1回細編みをして、これで角の部分ができました。そしたら次のこの目から20目細編みをここまで編んでいきます。2、3、4、5、6、19、20、そしたら角の部分まで来たので、ここに次の目に1回細編みをして、で1回鎖編みをして、でマーカーをぐさっと刺します。でそのまま同じ目にもう一回細編みをして、これで角の部分ができました。そしたら11段目のこの穴から細編みを14目ここら辺まで編んでいきます。まずこの穴に2目細編みを編んで、11段目と10段目の間の隣のこの穴に1回細編み、10段目のところに2回細編み、10段目と9段目の間に1回細編み、9段目に2回細編み、9段目と8段目の間に1回細編み、8段目に2回細編み、8段目と7段目の隣の目に1回細編み、で最後7段目に2回細編みをして、これで14目細編みができました。そしたら次と次で細編みの減らし目を1回します。次のこの目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきて、でその隣のこの目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきます。で3本を一気に引き抜いて減らし目が1個できました。そしたら13目細編みをここまで角の手前まで編んでいきます。でここは引き抜いたところで少し見にくいのですが、普通にこの穴に1個ずつ細編みを編んでいきます。ここの穴に1回、隣に1回と普通に細編みを編んでいきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、これで13目細編みを編みました。で最後隣のこの穴に角を作ります。細編みを1回して、鎖編みを1回して、マーカーをつけます。で同じ目にまた細編みを1回して、これで角の部分ができました。そしたら5段目と4段目の間のこの隣の目に1回細編みをして、で4段目のところに2回細編み、1、2、で4段目と3段目の間の隣のこの目に1回細編み、3段目に2回細編み、3段目と2段目の隣の穴に1回細編み、2段目に2回細編み、で最後1段目に1回細編みして、これで10目細編みが編めました。でこの茶色い糸が編まれている目の左隣のここに引き抜きます。
で2段目に入ります。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返して、で最後に細編みをした目からまた細編みを1目につき1回ずつ編んでいきます。1、2、3、4、5、11目細編みを編んだらこの角の部分に入っていきます。マークをした目と同じ目にまず細編みを1回して、で鎖編みを1回します。でマーカーを取って付け直します。この2段目の鎖編みをしたところに付け直して、で最後同じ目に1回細編みをして、これで角の部分ができました。2段目も1段目と同じように細編み1回、鎖編み1回、細編み1回を編んでいきます。そしたら次の目からピンクのマーカーの手前まで全部で30目細編みを編みます。隣のこの目から1目につき1回ずつ30目細編みを編んでいきます。3、4、5、6、28、29、最後角の細編みに1回細編みをして、そしたらこのピンクの穴のところに1回細編みをして、鎖編みを1回して、でマーカーを付け替えます。ここにぐさっと刺して、でまた同じ目に細編みを1回して、これで2個目の角ができました。そしたら次のマーカーの手前まで全部で22目、隣から一つずつ細編みを編んでいきます。2、3、4、20、21、22でマーカーのところまで来たので、この同じ目に細編みを1回、鎖編みを1回して、マーカーを付け替えて、で同じ目にもう一回細編みをします。そしたら次のマーカーの手前まで全部で30目細編みを編んでいきます。隣のこの目から1、2、3、4、5、28、29、30でマーカーのところまで来たので、同じ目に細編みを1回、鎖編みを1回して付け替えます。で同じ目にまた1回細編みをして、で次の目から11目細編みを最後まで編んでいきます。隣の目から編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で最後の細編みの途中でこの茶色の色に戻します。最後のこの目にかぎ針を入れて糸を引っ掛けて持ってきて、で2本引き抜くときに茶色の糸を用意して、でかぎ針に糸を引っ掛けて持ってきます。そしたら立ち上がりの鎖編みを3回します。1、2、3
でひっくり返して、今度は細編みではなく長編みで編んでいきます。で、途中までこの2本を編みくるんでいきます。かぎ針に糸を引っ掛けて、最後に細編みをしたこの目に長編みを1回、次の目にも1回と、1目につき1回ずつ長編みを編んでいきます。3、4、何回かこの糸端を編みくるんだら、白の糸はもう使わないので糸処理できるぐらい長さを残してカットして、で後ろに置いときます。後で糸処理をします。5、6、11、最後12、12目長編みをしました。で、このマークのところにまず長編みを2回編みます。1、同じ目にもう1回長編みをして、鎖編みを1回して、でまた同じ目に長編みを2回します。1、2、角の部分に長編みを2回、鎖編みを1回、長編みを2回編みました。で、マーカーは外しちゃいます。で、次のこの目から32目、ピンクのマーカーの手前まで長編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、31、最後32、32目長編みを編みました。で、ピンクのマーカーのところにまた、同じ目に2回長編みを編んで、で鎖編みを1回します。で、同じ目にまた2回長編みを編んで、1、2で、マーカーは外します。これで角の部分ができました。で、次のマーカーの手前まで全部で24目長編みを編んでいきます。次のこの目から1、2、3、23、最後24目長編みを編みました。そしたら角を編んでいきます。マーカーと同じ目に2回長編みを編んで、1、2で、鎖編みを1回して、また同じ目に2回長編みを編みます。1、2で、マーカーは外して、で、次のこの目から32目、このマーカーの手前まで長編みを編んでいきます。1、2、3、31、最後32目長編みを編みました。で、最後の角の部分です。ここに2回長編みを編んで、1回鎖編みをして、で、同じ目に2回長編みを編みます。で、マーカーは外して、
で、次のこの目から最後の目まで12目長編みを編んでいきます。1、2、3、11で、最後の目に12。これで3段目ができました。そしたらここで糸をカットします。引き抜いて、これで襟の部分が完成しました。裏側はこんな感じになっています。そしたら第2の糸処理をしていきます。裏側とかの目立たないところに糸をくぐらせて、とじ針で糸処理をしてみてください。これで糸処理がすべて終わりました。で、最後にボタンをくっつけていきます。で、今回は木のボタンでとじ針でくっつけたかったのですが、入らないので、今回はボタンの穴に入るかぎ針を用意してくっつけていきます。で、こちらは3号針になります。それでは下からくっつけていきます。服と同じ色の糸を用意して、で、下のボタンの穴は1、2、3、4、3段目と4段目の間にあるので、こっちも1、2、3、4、3段目と4段目の間のここら辺にくっつけていこうかなと思います。くっつけたいところにかぎ針を入れたら、糸を引っ掛けて持ってきて、で、そのまま糸を出します。そしたらボタンの穴にかぎ針を入れて、で、かぎ針に糸を引っ掛けて持ってきます。裏側からまたボタンの反対側のボタンの穴にかぎ針を入れて、糸を引っ掛けて持ってきます。最初に通したところにもう一回かぎ針を入れて引っ掛けて持ってくる。これをぐるぐるさせていきます。そしたら糸をカットして、で、両方服の裏側に移動して、とじ針で今度は糸処理をすれば完成になります。後で糸処理をします。2番目のボタンの穴は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12段目ぐらいのところにあるので、こっちも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ここら辺に1個と、で、一番上のところに1個つけます。自分の好きなやり方でボタンをつけてみてください。3つボタンがくっつけられました。で、あとは服の裏側で糸処理をします。糸処理も完成しました。で、最後この袖のゴムの両側をくっつけて終わります。結んでたところをほどいて、
こんな感じで反対側も同じようにくっつけてみてください。これで完成しました。前がこんな感じで後ろがこんな感じになっています。可愛いのでぜひ編んでみてください。とっても編むのが楽しかったので、またベビー服を挑戦できればなと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。